イギリスの空母とアメリカに空母打撃群が手を組んだんだってな。イギリス空母といえばクイーンエリザベスでしょ？激アツじゃないか。イギリスが誇る航空母艦クイーンエリザベスが、空母打撃群を編成してアメリカ主催の合同訓練に参加するために、2021年5月にポーツマス港を出港したそうだよ。改めて簡単にイギリスの航空母艦クイーンエリザベスの説明をするよ。満載排水量67,699トンにもなるイギリスが保有する最新鋭の通常動力型空母なんだ。この規模の空母ではアメリカが保有する空母を除けば、中国が建造している002型航空母艦、満載排水量約7万トン、003型航空母艦満載排水量8万5千トンに次ぐ規模でアメリカを除く西側の正規空母では最大級なんだ。逆に中国の保有してる空母の方がでかいのは意外だったわ。その西側諸国最大級の空母がアメリカと合同訓練を実施するんだね。そうだね。それじゃあ今回はイギリス空母とアメリカの空母打撃群との訓練について見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。イギリスは2021年4月クイーンエリザベス級航空母艦1番艦、クイーンエリザベスを機関とする空母打撃群を編成して、西大西洋で開催される米国主催の大規模広域訓練に参加する遠征部隊としたんだ。2021年5月に母港であるポーツマス港を出港したこの空母打撃群は、大西洋から地中海を抜け、スエズ運河経由で航海インド洋、南シナ海へと進み西太平洋を目指したんだ。この打撃群がいろいろな海を航海しながら西太平洋の訓練地を目指すのはなんかわけでもあるのか？そうだね。この航海の過程で各国軍と合同軍事演習を実施し、中東地域ではクロスデッキ運用アメリカ艦載機との初の実戦運用実験を行ったんだ。この打撃群ではイギリス空軍第617飛行隊の F-35 が8機と、アメリカ海兵隊第211海兵戦闘攻撃中隊の F-35B が10機運用されていて、この実戦運用では中東地域で活動するアメリカ軍等の支援を行うために地上爆撃任務に従事したそうなんだ。クイーンエリザベスの打撃群の戦闘機以外の打撃群の編成はどうなってるの？確かにそれも気になるところだな。クイーンエリザベス空母打撃群は F-35B を18機艦載している以外に、英海軍のアグスタ・ウェストランド社製マーリン MK-1 対潜哨戒機や、マーリン MK-2 早期警戒機、ワイルドキャット HMA-2 多用途ヘリが複数機艦載されているよ。オライオン哨戒機やホークアイ早期警戒機は搭載されていないようだね。この2つを艦載していないのには理由があって、この空母は米海軍や仏海軍の原子力空母のようにカタパルト発艦装置を搭載していなくて、スキージャンプ方式の発艦装置を採用されていることから、艦首に傾斜をつけたジャンプ台を設置して固定翼機を発艦させている仕組みなんだよ。だから、大型の固定翼機では離陸に必要な揚力を得ることができないために、固定翼機には若干劣るんだけど、哨戒または警戒能力を有する回転翼機の、マーリン1やマーリン2が開発されて艦載されてるんだよ。でもよ、現代の戦闘では先に敵を発見し先に攻撃を仕掛けることが重要視されてるんだよな。それなのに哨戒能力や警戒能力が劣っている艦載機で大丈夫なのか？確かにその点では不安視されているところもあるようだね。でも今回編成された空母打撃群に所属する随伴艦は、機関空母の哨戒や警戒能力への不安を払拭するには十分に強力な編成内容なんだよ。随伴艦の編成としては、水上艦だけでも英国海軍の45型駆逐艦が2隻と23型フリゲート艦が2隻、オランダ海軍からはフリゲート艦が1隻随伴し、それに加えて米海軍のアーレンバーグ級駆逐艦が1隻随伴してるよ。いずれもイギリスやアメリカが誇る世界最高水準の駆逐艦なんだよ。さらにこれに原子力潜水艦が1隻海中から随伴してるからね。世界最強の空母打撃群と言っても過言ではないと思うよ。まさに連合軍といった感じの最強の打撃群なんだね。これが集結して合同で軍事訓練が行われるんでしょ。そうだね。今回これほどの空母打撃群が編成されたのは、2021年8月に太平洋から大西洋にまで及ぶ世界17の海域、地域で行われる大規模広域軍事訓練に参加するためだからね。この訓練にはアメリカ海軍、海兵隊だけでも空母や強襲揚陸艦、潜水艦や艦艇、航空機など2万5000名の兵力が動員されて、もちろん日本も参加しているんだ。日本からは何が参加してるんだ？日本からは陸上自衛隊の水陸機動団、第一ヘリコプター団、西部方面航空機の各部隊、海上自衛隊からはヘリコプター搭載型護衛艦、伊勢及び最新の護衛艦朝日が参加してるよ。
航空自衛隊からも第9航空団や南西航空警戒管制団部隊が参加してる。日本からも最新鋭の護衛艦が編成に加わったんだね。この訓練の具体的な実施場所としてはアメリカ本土及びアフリカ、ヨーロッパの陸上、太平洋から大西洋の広範囲の海域が指定されていて、アメリカ軍部隊は30程度の部隊が直接参加して、50程度の部隊がリモートで参加する予定なんだよ。日本は打撃群の後段部分から参加して沖縄南方海空域で参加するんだ。これだけの規模の打撃群での訓練になると、やっぱり仮想敵として考えてる国があってそれを想定して訓練するんだよな。あの国とかよ。もちろん訓練だからね。仮想の敵は想定してるだろうね。アメリカが2000年代から指針としてきた中東などにおける対テロ戦闘、非対称戦を作戦行動の主軸としていたドクトリンを見直して、冷戦期のような正規軍同士の戦闘を重視したものに変更されたようだね。これはみんなわかってることだろうけど仮想敵として捉えているのは中国とロシアってことになるだろうね。やっぱり中国とロシアなんだね。特に今回の訓練では、近年周辺国家への挑発行為や威嚇行為を繰り返している中国に対して、大きくウェイトを置いた訓練だったみたいなんだ。対中国軍と武力衝突が発生した場合のアメリカ軍と同盟国軍の連携や共同作戦、進行阻止などの多くのシナリオに分けて想定した訓練になったようだよ。これだけの打撃群に仮想敵国として想定された中国は一体どう思ってるんだろうな。普通ならビビっちまうだろうけどな。まあ中国もそれくらいのことは想定ないだろうからね。注目はしていただろうけど、ビビってはいないんじゃないかな。それじゃあ対中国の訓練のシナリオの内容を見ていこう。まず一つ目のシナリオは LOCE と呼ばれる沿岸域における作戦シナリオがあり、これは現在中国軍によって実戦配備が進む。中長距離対艦ミサイルによる米艦艇への攻撃が行われる環境下において、中長距離ミサイルを排除しつつ制海権を掌握する訓練なんだ。二つ目のシナリオは、EABO と呼ばれるもので、遠征軍による基地への展開作戦で敵国の勢力下にある島部をアメリカ海兵隊による強襲、占拠し、そこに対艦ミサイルや対空ミサイルの配備及び航空基地を設営、敵勢力圏内に拠点を設置することで、自軍勢力圏の拡大を図るものなんだ。そして3個目のシナリオだね。紛争状況下で作戦行動における部隊間の指揮統制訓練で各種ハイテク兵器群及び、通信ネットワーク等のテクノロジーを統括運用し、それを駆使して最適な部隊運用の実施を期図したものだね。現代戦では情報ネットワークを駆使した多角化、多層的な部隊運用が求められていて、一つ目や二つ目のシナリオを実践するためには必要不可欠な訓練なんだね。一番大事なシナリオが三つ目のシナリオってことだな。これがうまくいかないと全てのシナリオがうまくいかないってことなんだろ。クイーンエリザベスは、9月上旬に横須賀基地に寄港したんだけど、当初予定されていた韓国釜山への寄港は中止になったんだ。これは新型コロナウイルスによる感染が空母打撃群の中で発見されたことが理由とされているが、この寄港に対し北朝鮮が猛反発したことも要因の一つだと考えられているよ。そりゃあ北朝鮮からすれば、これだけの打撃群が隣まで来ることはすごいプレッシャーだもんね。反発は避けられないよね。ここまで話したようにアメリカや日本を中心とした一部の西側諸国などでは、対中国の海洋進出、覇権拡大に対して共同で立ち向かっていこうと協力体制ができている。中国はこれからもどんどん国力と軍事力を強めていくだろうから、日本としても本格的に防衛力の強化に取り組んでいく時が来てるように思えるんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。雑学の時間だよー。はーい。待ってたぜ。今日は甲子園についてお話しするね。甲子園といえば負けた高校球児たちが涙を流して悔しがりながら、ベンチの前にあるグラウンドの土を袋に詰める。こんな場面をよくテレビで見るよね。なぜ高校球児たちは甲子園の土を持ち帰るようになったんだろうね。甲子園の土を持ち帰るという行動を最初にしたのはとある敗戦投手だったんだ。1949年の第31回大会で、福岡県の小倉北高が圧倒的な優勝候補とされてた。小倉北高には福島和夫投手という歴史に名を残すほどのエースが存在したんだ。小倉北高の過去2年間の大会成績は、6回連続での甲子園連続出場を果たし、夏の甲子園も2回連続で連覇していたんだ。さらに、5試合連続の完封を果たしており、優勝の期待が高まっていて、福島投手にとっても、この大会が最後の甲子園ということになり、3連覇もかかっていたことから、強い気持ちで試合に臨んでいただろうね。しかし、
準々決勝の試合で打ち込まれてしまい、さらに肩を痛めてしまったことから降板することとなったんだ。福島投手が降板した後、延長戦の末、さよなら負けを喫してしまい、福島投手はベンチを立ち上がり、ホームベースへと向かったんだ。そして、しゃがみ込んで土を握りしめ、ズボンのポケットに入れたそうなんだ。これが最初に甲子園の土を持ち帰るという行動となり、ルーツとなったんだ。福島投手は無意識に行動を取ったため、土をポケットに入れたことを忘れてたそうなんだ。その後、運営委員から土を思い出にしてほしいとの連絡があり、甲子園の土を植木鉢に入れて大切にしたそうだよ。この話が広がって有名となり、負けた高校球児たちが甲子園の土を持ち帰るようになったんだ。以上、今日の雑学でした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。ありがとう。